田代芋は山の芋科田代芋属の一種である。台湾から日本へ本植物を紹介した植物学者田代安定にちなみ命名された。田代芋は別名をポリネシアンアロールートまたは東インドアロールートといい、アフリカ西部から東南アジアを経てオーストラリア北部までの範囲に自生している。人類の初期の移住によって太平洋諸島に意図的に持ち込まれた。葉の裏面は目立つ黄色の葉脈が通り輝くように見える。花は緑がかった紫色であり、高い茎の上に集団となって咲き、垂れ下がった苞葉をつける。果実は液化。一年のほとんどは休眠状態で地面を這っている。時期が来ると新しい葉が地下の海茎から生じる。海茎は硬く、じゃがいもに似ていて、皮は茶色く、内部は白い。海茎は澱粉を多く含み、太平洋諸島の特に低地や環礁に住む人々の貴重な栄養源になっている。海茎をすりつぶし、真水に浸してから何度も洗って、苦味を取った上で乾燥させて、小麦粉状に加工する。タロイモやパンの木を潰したものや、ココナッツクリームと混ぜ、プリンのようなものが作られる。ハワイでは、ハウピアを作るのに使われるが、今日では、田代芋の代わりにコーンスターチを用いることが多い。田代芋の澱粉は、繊維の強化に使われることもある。また、一部の島では、田代芋の茎の繊維をマットに加工する。田代芋の海茎は、ハワイの伝統的な薬として、胃痛の治療に使われることがある。水と赤土を混ぜ、下痢や、赤痢や胃、結腸からの出血の治療に使われることもある。ありがとうございます。